ラドミルプトニクは、セルビアの軍人、元帥、クラグエバツ出身。1866年、ベオグラードの軍事学校で教育を受け、不評の道を進む。1876年まで、国防省軍事測量課で勤務。1876年のロト戦争時、ルドニッチ旅団の副官、参謀長、旅団長代行、イバル軍工場方式官。 ルドニッチリオ団長を歴任。1877年から1878年のロト戦争にも従軍。1879年、ロシア帝国に赴き、帰国後、国防省砲兵課長に任命。1883年からドナウ市団参謀長となり、1885年のセルビア・ブルガリア戦争に従軍した。 1889年からセルビア高等、軍事学校で講師を務める。1893年7月から、シュマジス大隊長、オブレノビッチ王朝では礼遇され、1896年に退役する。オブレノビッチ王朝が倒れ、カラジョルジェビッチ王朝が権力を掌握した後、1903年秋に参謀総長に任命。1906年、 1912年、国防省を務める。1912年の態度戦線復刻の際、最高司令部参謀長に任命。セルビア軍の勝利に貢献した。1913年のブルガリアとの第二次バルカン、戦争も、セルビア側有利に終わらせた。第一次世界大戦勃発時、プトニクは、オーストリアで保養中だった。プトニクは抑留されたが、後に、 フランツヨーゼフ一世の特別命令により釈放され、ルーマニアに追放された。セルビア帰国後、最高司令部参謀長となり、セルビア軍を指揮した。オーストリア・ハンガリー軍の第一次セルビア侵攻時、敵軍を撃破し、ドリナとサバまで後退させた。第二次侵攻時、ルドニク海戦で、オーストリア・ハンガリー軍を撃破し、6万人を殺傷し、5万人を捕虜とし、 軍旗3本と、下方126門を六角した。1915年10月から12月の戦役時、セルビアは、ドイツ軍、オーストリア・ハンガリー軍、ブルガリア軍により3方向から攻撃された。プットニクは、セルビア軍のアルバニアへの退却を指揮し、その後、残余部隊を、コルフ島に撤収させた。1916年はめ、重病を患い、治療のため、 フランスに去った。ありがとうございます。